アンビシャスミッション。はい、どうも、トソクチュードレンのつくもです。ということで、アンビシャスミッション、かけるとパート16、続きからやっていきたいと思います。部室での空気はだいぶ変わったが、教室での態度はなるべく変えないよう注意して。教室では俺とかぐやはそもそもお近づきに、すら慣れていないから距離感は大事だ。おはようございます。おはようございます、かぐやさん。はよーっち。入ってくるかぐや。俺は挨拶にも行かない。声をかける距離感ではないからだ。近づいたりもしない。特に用事がないんじゃ。だから俺にできるのはちら、ちらみ。これが限界だ。線があったって事実があるので、会釈くらいはかわす。以上。これ以上は近づいちゃいけないし、コンタクトも取れない。切ないけど放課後まで我慢だ。我慢だぞ。もう何もしない。あ、今日も綺麗だな、カネア。でも話もできない。耐えろ。俺は我慢できる男だからな。かぐやさん、なんだかお顔が赤いようですが。さっきからじーっとどこを見てるっち？目線の先にはネズくんしかいない。いえ。おはようございます、ネズくん。いい朝ですね。ああ、どうした？見すぎみたい。そんなに見てたか。じゃあ言葉を変えるよ。お嬢様を見たまま30秒もフリーズしてた。ああ、すますま。ぼーっとしてた。目線を外すって工程を忘れていたようだ。かぐやはいくら見ても見飽きないからな。その気持ちはありがとうだけど、態度に出すのは困るよ。すまんすまん。でも俺が見てるって言っても、あっちは気にせず無視してくれればよかったのに。それはそうなんだけどね、お嬢様。もう三影くんの視線には敏感になっちゃってるみたいで。そうなの？みたいだよ。ゆうべ言ってたけど、今日は三影と何回目があったって。小林くん、どうされました？私が偶然近くを通ったら倒れそうになって。あら、なんだか気分が悪いようですわね。貧血かしら。え、大変ですわ。今当て身みたいのしなかったっち？まさか。恐ろしく早い人、俺以外を見逃したようだ。保健室まで運びませんと。根津くん、手伝ってくださる？ああ。外へ。ツバメが言ったと思うけど、ジロジロ見ないで。ああ。あと、ツバメに変なこと言わせないで。それは俺のせいじゃん。まあ気をつけるよ。教室ではバレないようにな。ええ。今はとにかく、あなたとの関係のこと全部周囲には出したくないわ。分かってる。かぐやのことは物質で独り占めさせてもらえれば十分さ。何よそれ。ダメか？いや、ダメじゃないけど。かぐや。おはようと。あぶね、また変な空気で見つめ合ってた。俺とかぐやのこと、別に人に言うことではないんだけど、教室でどうするか困ったな。私が広めちゃっちゃろうか？ダメ、死んでもやめて。ひどい。アリセ先輩との異性交友となると、教室よりむしろ外にどう伝えるかの方が問題ですね。それよね。やっぱお嬢様はそういうとこ厳しいのか。私には厳しくないわよ。私には。問題はどちらかというと三影さんです。学生の交友とはいえ、やはり外から見れば将来的な結婚が見えてきますから。結婚か。話が早いけどちょっとワクワク。その場合、三影くんは将来的に有瀬家でもかなりのポジションになるよね。そうな。少なくとも僕の上司にはなる。いいなそれ。そうなったらツバミーのこといじって遊べるね。だな。今以上にともあれ、権力も伴ってくるから、いろいろと危ない人脈が
今のうちにって接近してくる可能性が高い。あ、お願いだから反社のパーティーに呼ばれて写真とか撮られないでよ。北海道は西日本に比べれば微々たるものだが、経済力と影響力の大きさから困った連中も集まるからな。そういうリアルな問題があるのか。町を守る正義の忍者さん、ヤバそうな時は助けてくれ。石川家は公正中立が原則ですから、写真を撮られた後で闇会社を沈める時は御影さんごと落とすことになります。そっちの方が怖い。それでも仲良くなろうとしてくるならまだマシだ。お前の成果という理由で孤児院を再度買収して人質にする連中も出てくるかもしれんぞ。ああ、それはあるわね。反社ってそんなことまでするのか。いえ、これは反社のやり口じゃないわ。どこそこの IT 企業とか、どこそこの銀行と縁がある不動産会社とか、表向きにはピッカピカの看板を出している会社の手口だな。テレビでニコニコ笑いながら CM してるような。怖え。人間はお金のためなら何でもする動物ですね。このご時世、泥棒は犯罪だけど、泥棒よりはるかに多くのお金を合法的に奪い取れる方法がいくらでもあるのにね。社会って怖い。というわけで、大人になるまでは表沙汰にはしない方がいいと思う。そうね、あんたが社会のことを勉強するまでは。むむむ、なんか子供扱いされてるけど、でもその方が賢いんだろうな。うん。お、何二人とも。ふふふふふ、うい。何よ、気持ち悪いわね。なぜかニヤニヤしてる二人。この二人がニヤついてるってことは。いえいえ、ただですね、ミカチが社会人になるまでに別れるとか全然考えてないみたいだからさ。あ、ユーです。そういうんじゃないって、話の流れ。そうでしょ、ミカゲ。ヒュー、乗るな。最後は結局いつもみたいな流れになったけど、かぐやとの付き合い、まだ俺には難しいことも多いな。たくも。そんな怒るなよ。怒ってないわよ。ぷいっとそっぽを向く。めちゃくちゃわかりやすく怒ってるじゃないか。まあこれはこれで可愛いけど。今日も部活後2人で残った。二人になればやることは一つなのだが、ほらかぐや、おいでおいで。やだ。まあね、前のことがありますからね。拗ねちゃってる。怒ってないで来いよ、時間もったいないぞ。かぐや、お前の好きなハグハグチュッチューってのやらないのか。何を言ってもかぐやは口をへの字にしたまま、スマホを取り出して。もしもし、アリスさん。ええ、ミジムとヤエちゃんと、ついでにツバメ、学園から離れたのを確認したわね。オッケー、外で待ってて。通話を終えて、わーい。すごい代わりに、これで逆にいてほしいですけどね。飛び込んできた。結局来るかい。今の電話何。あんたは知らなくていいわ。知ってもダメージ薄そうだし。それよりそれよりね。はいはい、ギュッと抱きしめて。だんだん素直に楽しむようになってきたな。私は最初から素直よ。まあそのこうされるのが楽しみになってきたのは否めないけど。向こうからもスリスリしてきた。かぐやから来られると特に分厚い胸のお肉がぐいぐいこっちの腹に擦れる。気持ちいい。見かけ？ん？お、俺としてはそんな入圧だけで、満足だったけど、かぐやはすでにその先を求めてきた。うん。唇を重ねてくる。本当キス好きだなこいつ。まあ俺がそうしたんだけど。うん。ねえ、見かけ。好き。お、照れ
てる。嬉しそうに笑う影、いきなり言われたらそりゃ照れるだろ。好きよ、みかげ。またキスしてくる影。いかん、主導権取られそう。ここは。もう。お尻に触った。もう、エッチ。エッチですと。もう。文句を言いながらも嬉しそうに笑い、キスに戻る。お触りはもうありのようで。なら、さわさわさっさす。思う存分触らせてもらう。かぐやはおっぱいだけじゃなく、お尻もいい感じだな。そう?そうそう。じゃあ、いっぱい触って。お、おう。キスしてる時のかぐやは、性格が変わるというか、いつものトゲが抜けちゃうようになってきた。いいことだ。お互い体温が上がっちゃって、じっとり汗をかいてきたので、小休止する。影、さっきの話、嫌にならなかった？いや。有瀬家のために付き合ってることを隠さなきゃいけないってやつ。正直プレッシャーではあった。ごめん、本当はここで、あなたのためなら家なんて捨てるとか言うのが一番なんだろうけど、私にとってはどうしても捨てられないことで。わかってる、アテナさんのためにもな。うん。かぐやの中でお姉さんがどれだけ大きい存在かは十分に分かってる。かぐやが家を捨てるってのは全部アテナさんに丸投げってことだからな。それは俺も望んでない。ただそれはそれとして、こうなった以上誰にも見られずイチャつく方法は考えておかなくては。イチャつくって大事だろ。まあ大事だわ。大きな問題としてデートがある。下手に外を歩くと問題になる。なのでこうして場所を決めないとネチャネチャもできない。部室にこもって今はいいけど、毎回これじゃいつか飽きそうだぞ。それはもう遠出すればいいんじゃないかしら。オーダル、なんですかね。オーダルですかね。に逃げるとか。遠いな。沖縄とかハワイとか。お嬢様は発想のスケールが違う。それはもはや旅行だろ。いいじゃない、もうじき夏休みでしょ。旅行したい、旅行。そう言われるといいかも。お姉様も誘っていい？にじむとツバメとヨエちゃんは来るかな。しかもデートって前提が崩れてるし、ま、旅行は旅行で楽しみにしよう。にしてもそうか、そろそろ夏休みだろ。ええ。北海道は夏休みが短めで影が薄いので、もう4月中旬のこの時期でもあまり気にすることがない。でもいざ大型の休みが来るとなればもちろん楽しみだよ。休みに入ればひとまず教室でどうするか問題は棚上げね。だな。ここはもう隠す一択なので悩まなくていいのは助かる。遊びたいな。うん、この部のみんなで。うん。変な感じね、こんな部活怪盗の隠れ蓑でしかなかったのに。いつの間にかって。ええ、いつの間にかこの部が影屋の中でどんなものになっているのか。言うまでもないか。ま、それもこれもまずは最後の宝石ビッグフィッシュが手に入ってからだけど。あ、まだ情報待ちのため時々忘れそうになるけど、ここの緊張感を緩めちゃダメだ。でもそれ以外は思いを馳せてもいいだろう。怪盗で亡くなった後の俺たちに。アンビシャスミッション。はい、というところで、まあ、キリがいいので今回は以上に、したいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。